答えろ。これを書いたのはお前か？答えろと言っている。そうだけど、だから。匠さん、逃げるの。危ない。どけ。崎畑さんには気をつけて。崎畑さんはよくわかんないのら。特に手を出さないで。詰めないで。その男が何をしたか知っているのか？ IR2 という公式を。知ってるよ。
それなら悪を覚醒させればもっと大変なことになる。その前に殺す。あなたには無理だよ。セーナ。お前。ようやく見つけた。どうしようもなかった。私はお前の母さんを生贄に捧げるしかなかったんだ。黙れ。母さんの際とても安らかなものだった。だからセナ、安心してほしい。母さんのおかげで素晴らしい実験結果が出た。母さんは世界のために役立ったんだ。お前も母さんの功績を誇っていい。黙れよ。やっと母さんの仇を。よせ、気安く触るな。私はこんなの。あなたが望んだ妄想だ。望んだ妄想だよ。落ちる。
辛い思いさせて、ごめんね。でも、しょうがなかったの。もう終わり。もともと葵さんのことどうこうするつもりはないし、タクの前から消えてくれるならこのまま解放する。それは無理だって、コズピーとセナさんとタクミちゃんはお友達だもん。ねそうでしょ、タクミちゃん。お前のせいで。お前のせいで。私の家族は。お前が生み出したものが世界を滅ぼすかもしれないっていうのに。無駄ない。タクは何も知らないから。ふざけるな。今渋谷を襲っている混乱は全部あの公式が発端なんだぞ。それ以上言わないで、タクは本当に何も知らないの。公式って俺のこと？FUN の中条に限る。INT の40条イコール IR2。 この公式をお前が生み出した瞬間、世界は分岐したんだ。ノア2に搭載されている中で最も秀でているのは、中核システムに組み込まれたとある方程式です。これは人類史上未だ回答が見つかっていないとされているもの。ミレニアム7のうちの一つかね。億単位の懸賞金がかけられているという数学界で未だ未解決の7つの問題か。いいえ、その7つの中には入っていません。ですが実はミレニアム7はもともと問題が8つあった。公開前に1つだけ削除されたのです。それがノア2に組み込まれている方程式だと。削除された理由は、世界に最悪を撒き散らす可能性があるためというところです。一体どのような数式なのだ。基本相互作用における電磁気力を想定した共鳴現象、それを表す計算式です。これにより
特定の電磁パルスと受容体とが近接作用することで発現する未知の力が解明されました。各国が30年以上かけて開発し積み上げてきた沈黙の兵器の研究成果を一瞬にして過去のものとしてしまったんですよ。その問題に回答を見つけた者は神になるに等しいというわけだ。それを君が果たしたというわけかね。それはとても不思議な場所から見つかりました。子供の落書きというね、IR2 ノア2のいわゆるハードウェア部分はこの公式によって神に匹敵する能力を手に入れました。あとはソフトウェア部分に相当するギガロマニアックスのコードサンプルを集めればノア2は本格的に稼働し我々の望むもの全てを実現してくれるでしょう。かのアインシュタインが現代に生きていればと思うよ。彼は高い能力を持つギガロマニアックスだったと聞く。家庭の話よりも現状がどうなっているかだ。ギガロマニアックスは世界中に数えるほどしかいないというではないか。大丈夫なのか。すでに5人分のサンプルは確保しました。ノア2稼働に十分な数は集まったようだね。ならば結構。ただサンプルが多ければ多いほどノア2の能力は向上します。特にどうしてもサンプルを採取したいギガロマニアックスの少年が一人いましてね。だからといって計画の遅延は許されんぞ。ノア2の本格稼働はいつ頃になりそうなのかね。稼働前に最終実験としてサードメルトを行います。また地震を起こそうと。予測規模は想定では関東大震災と同レベル。関東大震災クラスだと。マグニチュード 7.9 だったかな。現在の建築基準と免震対策レベルを考えれば町にかつてほどの大きな損害を及ぼすことはないでしょう。だが犠牲者の数はファーストセカンドの日ではなかろう。およそ5000人ほどといったところです。少なく見積もってですが。問題が。責任は貴様が取るのだろうな。腹でも切って死んでみせますか。これが最終実験です。サードメルトが予定通りの成果を上げた時ノア2は完全なる完成を見る。世界の可能性は我らの手の中に。この公式をお前が生み出した瞬間、世界は分岐したんだ。分岐って。タク、もう行こう。話聞く必要なんてないよ。葵さんが言ってることは全部嘘っぱちだし。嘘はそっちだろ。葵さん、もう帰って。タクの前から消えてよ。たかが数式に、なんでそんなに目くじら立てるんだよ。本当に何も分かってないのか。アインシュタインが唱えた E イコール MC の事情、これが発表されたことで核兵器が開発されるという未来が生まれたように、お前の生み出した IR2 もまた E イコール MC の事情と同じ、いやそれ以上の影響力を世界に与えている。 IR2 は沈黙の兵器を現実のものとした。沈黙の兵器。思考盗撮、視覚投影、五感制御。ギガロマニアックスは特別、いや異常ではなくなる。これからはこの忌々しい力を誰もが自由に使えるようになるんだ。IR2 を元に作られた装置によってな。もっとも、その前に一握りの腐った連中に独占され、人々は気づかないうちに家畜同然の立場になるよう洗脳されてしまうだろうが。それなら、そのアイアーム
IR2。 それはギガロマニアークスの力のことをキュッピーンって説明したものなんだ。やっぱりあのおじさんが言ってたのは本当だったのら。一番重要なのはその目、誰の目を生み出した少年なんだって。それってタクミちゃんのコートだったんだね。小津、お前今なんて言った？おび？おじしゃんって誰のことだ？あんたね、コズピーに理想度の大切さを教えてくれた人。東京に来て初めて話した人なの。なんかね、ふぎゅーって鼻つまみたくなっちゃう格好してて、へんてこなこと書いた板持ってたの。世界は終わるとかとか。なんでそれを早く言わなかった？そんなこと言われても。あいつとやっと見つけた。私はやっとあいつを殺せる。
実に興味深いではないですか。データは十分取れました。 NOA2 本格稼働は間近です。この実験ももう続ける意味はないでしょう。父さん、これはどういうこと？母さんに何をしたの？母さんが抱いているのは一体。ごめんね。黙ってて、ごめん。
と、どうして僕と一緒にいてくれるの？あなたに目覚めてほしくないの。普通の生活を送ってほしかった。一体君は何者なの？私はタクの友達だって思ってる。友達でいたいな。僕はギガロマニアックスなの。そうとも言えるし違うとも言える。君はIR2 のこと知ってたの？聞いたことがあるだけ。セナが言ってたのは本当なの？嘘だよ。君は守ってくれて。タク、どうしても行くの？ねえ、行かないで。もう普通じゃいられなくなるよ。私そんなの嫌だな。帰ろう。あのコンテナハウスに帰ろう。私タクが望む限りずっと一緒にいるから。それで一緒に学校に行って大臣と三人で他愛もない話をして、帰りに立ち食いそば屋さんとか CD ショップとかに寄って、そうやってこれからもやっていこうよ。僕はナナミに会わなくちゃ。いないよきっと。私タクの悲しむ顔見たくない。もう謎かけみたいなことはやめてよ。実家に行っちゃいけない理由があるなら行ってよ。こんな中途半端なのうんざりなんだ。
あれ、シャーメビューだ。違うよ。この世界にタクの帰る場所はないの。あ、ミリちゃん！ほら、アミリちゃんが帰ってきたよ。また、お外に出かけてたんだ。行けないんだ。誰もいませんよ。また山井さんは私のことからかってるんでしょう。でも今日は騙されませんからね。アミーちゃん、ララウミーちゃん、タウミーちゃん。Thank you.